この通り大興奮しているミーちゃんなんですけれども、今日はねこのモフモフちゃんのトリミングに行ってこようと思います。今日はパパがねワクチンということで、ママとミーちゃん2人なんですけども、なんか楽しみすぎて待ちきれてないよミーちゃん。はい、というわけで今回はママ撮影編集なんですけど、トリミングのなんかビフォーアフターっていうよりはトリミングの日の Vlog って感じで見ていただけたら幸いです。それでは早速スタート。トリミング前のミンちゃんのちょっと様子をお見せしたいなと思って歩いてるところを撮ったんですけど、ちょっとこれだと分かりづらいなってことで、もっと分かりやすい映像にこれから切り替わります。ちょっともうもじゃ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 すぎてすごい気になっちゃいますよね。こんなにもじゃもじゃなことあるっていうくらいもっさもさですね。このくらいちょっともじゃもじゃなみんちゃんなんで、で、みんちゃんね、オールシザーでのカットをいつもしているので、結構カットに時間がかかるのと、あとなんかね、この日はサービスでトリートメントもしてくださったので、ちょっと時間がかかって4時間くらいかかるっていう風に、事前に言われました。ね、ここまでバタバタすぎて、取れ高がなさすぎたので、足を少し伸ばして、おしゃれな映えカフェに向かったんですけど、この日祝日で、ちょっと本当は歩きながらいろいろ喋りたかったのに、人通り意外とありすぎて全然喋れないっていう感じで、ここは全然音声がありません。そんなことを思ってるうちに到着したのが、こちら、花バーです。なんかホームページにね、書いてあった花バーのコンセプトが、花を味わう贅沢な時間なんですけど、なんかね、植物とインテリアの共存とか、エディブルフラワーとか、映画の中とか、素敵なワードが散りばめられていて、どんな空間なんだろうなって思ったら、もうね、こんな空間でした。ちょっとすごくないですか？入った瞬間、わーってね、声がちょっと出ちゃうような、見ての通りドライフラワーがね、天井からたくさんぶら下がってるんですけど、もうそのね、くすんでるけどカラフルな色味と壁に飾ってあるこうアンティーク調の額縁とか鏡とかの、ね、インテリア。もうね、ツボすぎて、ママめちゃめちゃね、一人で興奮してました。静かに。さらにこのおしゃれなカフェでね、こんなおしゃれなメニュー出してるんですよ。エディブルフラワーって食べれるお花ですね。これが乗っかったメニューが売りなんですけど、私はこの看板商品のクリームソーダと、あとね、イエローカレーっていうカレーを頼んだんですが、こちらもね、お花が散りばめられてます。このカレー自体はね、タイカレーみたいな感じで、これね、すごい美味しかった。ちょっとおしゃれなだけじゃなく、味がね、美味しくて、お腹も心も満足できるような空間っていうのが、すごいね、感動しました。嬉しいですね。結構時間が経ってたので、食後すぐにね、またミンちゃんの様子を見に行ったんですけど、そしたらね、なんか二人がかりでお姉さんに乾かされて呆然としている犬がいました。僕こんな予定でここに連れて来られたのって顔してるんだよね。みんちゃんなんか思ってることが顔に出すぎて面白いワンちゃんなんですけど、まあ、みんちゃんのためにやってることなんで、おママからはね、頑張れとしかね、エールを送れず、また時間をね、潰しに行きました。でね、ここでちょっと店内の様子が撮れなかったんですけど、100円ショップでね、デコチェキの材料調達をしていて、どんなものを買ったかっていうと、こんな風にね、マスキングテープとかね、柄のついたテープとか、あとこういうちょっとキラキラするシールとか、こういうカラフルで華やかになるシールとか、あとはね、こういう大振り系のフレークシールなんかも割と便利なんで買いまして、どうなるかっていうと、こんな感じになるんですね。はい。宣伝になっちゃうんだけど、ウェブショップのミントグリーンダイアリーって T シャツとかね、みんちゃんのステッカーとか売ってるショップで、5000円以上お買い上げの方に今おまけでプレゼントしておりますので、このチェキ見て可愛いなって思った方はぜひね、そちらね、チェックしてみてください。はい。で、そんなデコチェキの宣伝が終わったところで、お店の方戻ってみると、みんちゃんいたーぬいぐるみみたいになってると思って。さっきのさ、しょぼしょぼのさ、呆然犬の後にこの様子見てるから、本当に同じ犬って思ったんだけど。こ
これ十分ね、ぬいぐるみみたいで可愛いんですけど、ちょっとこれだと、毛が長すぎてまたすぐトリミング来なきゃいけなくなっちゃうなってことで、調整お願いして、で、完成して帰ってきました。ただいまー。もう帰ってきたー。うん、ちゃんと。綺麗になった？帰ってきたよー。すっきりしたね。すっきりしたね、みんちゃん。ずいぶんなんかママも抱っこしやすいような気がする。いや、こんな可愛くなったんですけど、ちょっと。この日ほんとごめんなさい。カメラの調子が悪くて画質が最悪で、あんまりこの、ね、綺麗に映ってないんですけども、すごく可愛くなりました。よいしょ。みんちゃん。こんな犬に生まれ変わったの。いいねー。みとご飯食べるの。じゃあその生まれ変わった姿でとりあえず食べるかね。みんちゃんね、結構やっぱトリミングに時間かかっちゃう方のワンちゃんなので、トリミングの日はちょっと時間通りにお昼ご飯食べれないことが多いので、いつもね帰ってきたら割とすぐお昼ご飯をあげるようにしてます。はい、どうぞ。ここにご褒美だよー、みんちゃん。この横からのシルエットめっちゃ変わったよね。そうだね。お腹のとこすっきりしてる。めっちゃすっきりした。前回より確かに短いね、体のところ。うん、はい。で、ご飯食べ終わったら疲れてね、もうみんちゃん寝始めたんですけど、今回はお腹のあたりだけじゃなくてね、まあ足もちょっとシルエットがわかるぐらいちょっと短めにお願いしますってことをね言いました。ただ足先はちょっとママ丸いのが好きなので、こういう風に丸めてもらいました。これなんかここだけ見ると白クマの本当に赤ちゃんみたい。この丸い手可愛いですよね。でね、まつげもね、やっぱシーズーファンの方は大事だと思うんですけど、私もね、まつげ大好きなので残してくださいっていう風にオーダーしたので、この通りくるんとしてます。みんちゃんはこの通りね、ネミネミになってしまいました。とても頑張ってくれたこのみんちゃんのヘトヘトのネミネミの表情で今日はお別れしたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。みんちゃんお疲れー。